はい、皆さんこんにちは、つがちゃんです。ということでね、今日はキンメ半身は刺身で半身は鍋していこうと思います。それではさばいていきます。まずはね、鱗取りからしていきますね。まずはきれいに鱗を取ってしっかりと魚の水分をね、さばく前に拭き取って、そこまでね、まずやっていきたいと思います。ちょっとね、お腹が柔らかめやから、お優しめに鱗を取っていきます。刺身にした時にね、鱗が残ってたらちょっとイラッとするでしょ、食べるのに。こういう作業はね、まあ、めんどくさいかもしれないですけど、丁寧にねやった方がいいですね。綺麗な赤色ですね。さすがキンメさん。あんま力を入れずにね、鱗を取るようにしてくださいね。そう、じゃあ反対側です。全然飛ばないでしょう、この鱗取り。鱗ね、普通弾くんですけどね。これ、あのガマカツさんのね、鱗取りなんですけど、かなりいい仕事してくれますね。市場に行ったらね、買ってよって言ってね、氷の上に並べられていたんでね、思わず買ってしまいました。だいたいね、もういいかな、取れてきましたね。鱗もなんか赤色で綺麗ですね。半身だけ下ろすような感じでね。よし、OK。スタラバチャンネルやで。それでは今からお腹を開いて内臓を取って、血合いもね、同時に洗っていきたいと思います。お腹出していきます。苦手な方はね、ちょっと早送りしてください。今ね、結構汚れてるように見えますけど、洗ったらね、綺麗になりますんで。で、この状態で血合いを綺麗に取るために軽くね、こうやって包丁で傷をつけてあげます。一回流しますね。卵ですね。お腹の中はね、何も今見てみましたけど入ってなかったですね。ついでにね、エラも外してしまいます。こんな感じで綺麗に取れました。で、お腹ね、綺麗に洗い終わったんで、ね、お魚の方、水分を取っていきます。これはね、絶対にやってくださいね。濡れたまんまさばくと身にね、水分がついてしまうし、水をね、吸収してしまうんでね、まあ、必ずね、しっかり水分は取るようにしてあげてください。はい。でさらにもう一回ね、刺身にする方は水分をしっかり取っておきます。やっぱり魚は水分がすごいんで、しっかりね、
水分を取ってあげることがやっぱ一番重要ですかね、美味しく食べるためにね。包丁もね、必ず洗ったらキッチンペーパーや包丁専用のね、タオルとかで水分をしっかり取ってあげて、そっからね、さばいてあげてくださいね。身をね、できるだけ多く取れるために質的なものを考えて、こんな感じでいきますね。はい、身の方さばいていきます。まずはガイドラインとしてさーっとね、皮目を切っていきます。はい、中骨の方まで包丁を滑らしていきます。はい、中骨まで行ったんでお魚をひっくり返します。また同じようにね、ガイドラインをまずは入れます。お魚はね、こうやって引っ張ってあげるとね、身がちゃんとね、浮いてくれますんで、この状態から中骨まで包丁を入れていきます。じゃあね、二枚おろしっていうんですかね、片身だけ、刺身の状態で取っていくので、とりあえずこのままね、バットの方に置いておきます。で、鍋用にね、ヒレ関係はね、臭みの元だったりするんで、鍋とかね、煮付けとかにね、するときは、ヒレをね、取っといてあげた方が、臭みとかね、そういう部分の、防止になるんで、これはね、やってもらっといた方がいいと思います。このキッチンバサミだったらね、簡単にヒレは落ちますんでね。切り離しますね。関節を狙ったらね、まあいつも言いますけども、簡単にね、頭を落とせますんでね、首ね、首の部分。ガンガンやらなくても十分ね、押さえつけるだけで、魚って案外、まあ骨はね、切れるもんなんで、プルプルしてますね、お目目が。はい。じゃあバットの方にも置いときます。釜を切り離します。一応ね、念のために鱗が残ってないか手でね、ちょっと触ってあげて、もし残ってたら爪でカリカリしてあげたら簡単に、ね、取れますんで、食べる時に鱗が残ってるほどね、まあさっきも言いましたけど、イラッとすることはないので、しっかりね、この辺は手入れしといてあげたら、気持ちよくね、お魚は食べれると思います。はい、OK ですね。じゃあこれね、骨もついたまんま、ぶつ切りにしましょうかね。じゃあね、割っていきます。はい、
レバーと置いておいて、ちょっとね、一旦手洗います。はい、じゃあね、次は、刺身の方を作っていきたいと思います。あらかじめね、剣を乗せて、裾を置いて、ちょっとね、彩りよく、準備しておきました。じゃあね、一合骨を外していこうと思います。魚ってね、それなりの大きさあっても、やっぱね、三枚おろしとかにするとね、え、こんなちっちゃいのって思ってしまうぐらいね、結構ちっちゃいですよね。ということはね、かなり大きいものをさばいても身自体はこんなに多く残らないっていうことですね。これ血合い骨入ってますね。で、じゃあこれをね、皮引いていこうと思います。きっかけを作るためにでね、自分の指に引っ掛けれる身をね、ちょっと残した状態で皮を持って、で、ね、様子を見ながらピーッと、めちゃくちゃ脂乗ってますね。ちょっとね、やっぱ海の水温もね、下がってきてますんで、ちょっとずつ魚もね、冬支度をしている感じですかね、この油の乗り方。見えるかな？めちゃくちゃ綺麗ですね。身もいい感じですね。これね、皮引くって言ってたんですけど、半身の半分、これ背中側なんですけどね、これは本当の刺身でいこうと思いますね。で、もう片方残った方はね、これ少ししかないですけど、炙っていこうと思います。で、縮まらないように皮目に包丁で傷を入れておきます。だいぶね、ちっちゃくなりますけど、まあでもこれ皮切ってるんで、だいぶマシですね。やばいね、あんまりだな、めちゃくちゃうまそう。 OK、 まあこんなもんでしょう。今、炙ったキンメをちょっと水に入れてね、冷やします。はい、もういいでしょう。じゃあ水分をね、しっかりこうやって取ってあげて、もう取るみたいですね。めちゃくちゃうまそう。はい、まあこんなもの、水がこぼれたので、キッチンペーパーで、刺身包丁もあるんですけど、気まぐれクックさんのね、包丁、これよく切れるんで、これでね、いきたいと思います。こうやってね、炙りにしたやつって、この皮目の方からこう切るとね、あんまり切れない包丁だったら魚の形が崩れたりするんで、テクニックとしては皮目の方をまな板の方に、してこう切り分けるとね、崩れなくて、綺麗に収まりますんでね、よかったらやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、よかったら見てください。これからも面白い動画、ためになる動画を作っていきますので、登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。